ねえから俺らサワやってんだよバカ野郎。まあ忘れないですね今日は。ナンバー X、ナンバー X、はい、ナンバー1、僕は目指しぐらいで抜けたとは思えないんで、まだまだ。あ、そういえば藤原さん言いましたっけ。何ですか。あの、今度忘年会やるんですけど、はい、ゼロが戻ってくるんですよ。どうも、ハレムネクストのゼロと申します。ネクスト名前ゼロって言ったじゃないですか。あ、友達がね、あの締め今後1とか2とかついてきたらそのために1、2、3って名前を改名することになりますので、歌舞伎町で一番改名が多いと。歌舞伎町で一番改名するって何が面白い。ゼロってやつがいなくなっちゃったんですよ。なんでですか。マジですか。はい、新店オープンして懇親会っていうんですかね、こうまだみんなでご飯行くとかないんで、一回もまあ決起会みたいな感じですかね。まあもうオープンしてるんですけど、でそのタイミングでちょっとゼロが戻ってくるんですよ。だからちょっと、ね、来てください懇親会。なんでいなくなったのかとか聞いてください。あ、そうですね、ちょっとまあタイミング改めて、はい、ちょっと忘年会のタイミング聞けないと思うんですけど、はい、ちょっとタイミング改めて聞こうと思うんです、はい、あのなんならもうあのゼロと普通に二人で会っていいんで、はい、はい、ちょっと聞いてみてください、はい、僕いると気まずいだろうから。お時間経ったということで、半年後の、自分の目標、まあ、こんぐらい、ここまで到達してたいなっていう目標とか発表していってもらいましょう。じゃあ、カイハルさんから。僕から、はい、半年後なんでね、カイハルトです。はい、ドキ回り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 。ゲームじゃねえんだよ。半年後の目標は、はい、主任になります。はい、目指して頑張ります。はい、頑張ります。 CP の赤星あれです。僕は半年後初見200振ります。お願いします。おお、マッキーです。目標は100万円。おお、よし、頑張ります。おお、目立ちたい。大泉です。半年後は刑事の中のお店の売り上げのランキングが真ん中には来てるようにな動きをできたらと思います。店長でしょ。あー、そうです。半年後の目標は手取り100万を目指して頑張ります。おーい、ケンです。目標は、ナンバーに入りたいです。とりあえず半年後。ナンバー X、ナンバー X、 3位。おーい、まさきです。半年後の目標は、初期150万売り上げて顔面フル整形します。おーい、おーい、おーい、俺は今の顔も好きだよ。カイハルさん、俺はカイハルトさんになります。ゼロです。半年後は一度も飛ばずに賞金300売ることです。お願いします。お前全身入れないか。一番おもろいわ今の。全身入れずに。今の一番おもろいわ。カウトです。自分は6月10日バースデーなんで、そこでタワーできるように頑張ります。おー、いいね、いいね、いいよね。まだ名前決まってないんですけど、半年後、とりあえず出遅れてるんで、地盤固めて、まあ、自分も手取り100万いけたら、はい、いいなと思ってます。あ、どうも、姫宮です。って言います。よろしくお願いします。やっぱり半年後の目標は、まあ、やっぱりナンバーワン、僕は目指して。やっぱり、いいだろう。まあもういい年なんで、やっぱり最短目指して、あ、同期にも負けたくないし、先輩にも勝ちたいなっていう気持ちで僕は頑張りたいと思います。よろしくお願いします。いいね。相馬です。半年後の目標はですね、まあ、今だいぶハードな環境の寮にいるので、まあ、そこを抜け出して、あの独立洗面台とかがある、あの綺麗な家に住みたいと思います。はい、アルトです。半年後の目標は全員と友達になります。松永龍衛です。半年後は1000万売って、名字をつけたいと思います。遅咲っていう名字をつけたいと思います。よろしくお願いします。考えた。天馬です。半年後は、新住所を目指して、おー、いいね。300万売ります。おお、早咲きだ、早咲き。いろはです。半年後は、半年後もこのメンバープラスアルファで、はい、ハレムネクストやっていけたらいいなと
思うので、そのために、頑張ってサポートしていきたいなと思います。お願いします。そうっすね。なんかみんな手取り100とか賞金100とかだったんですけど、僕はとりあえずは半年後、そうっすね、一人でも多く隣で笑ってくれる姫が増えたらなと。ご機嫌者、はい、そういう男になれるように、俺もすごい半年間頑張っていけたらと思います。お願いします。すいません、ちょっとダーマペン中なんでマスクはつけたままで、そうですね、半年の目標は、まあ、今年が、上半期17かな何位だったんで、10位以内に入れるように、お店の実質トップの人いるんですけど、売り上げのトップを僕が走れるかなと思うので、はい、お願いします。お疲れ様です。半年後までの目標は、個人としてはずっと俺が1位、お店としては、まあ、1人でもね、多くの子たちが売り上げを上げることかな、まあ、俺は上司としての仕事は頑張ります。ピーピーピー、俺も今やっぱり俺もいいの高見ピーロズイートでロレックスプレゼントゼットリーさんやそれゼットリーさんなんよ。あ、そうですね、あの皆さんが働きやすいようにね、環境を整えていくのと、今僕が中心に面接とかねしてるんで、1月からもね、一人ライバルであり仲間が増えますし、イケメンだよ、そういうのもね、全部活気をね、作っていくために仲間どんどん増やしたりとか、あとはまあ会社に対してもね、仕事しやすいように予算取ったりとか、いろいろこうやっていきたいなと思ってますんで、皆さんがね、輝けるように、働きやすいように、初回もたくさん入れられるようにとか、そういう面でバックアップしていくんで、はい、安心してダイヤ取締役についててください。大丈夫ですか。リツイート、リツイートね。これでコメント欄プロデューサー誰かになります。なんだ本当、一言コメントするだけで全部大プロデューサーのコメント。はい、じゃあみんなでロレックスをね、みんなで左手に右手につけて、みんなで輝いていきましょう。カモーン。カモーン。カモーン。リュウヤさんどうですか。なんか俺ツーデイズって聞いてますけど。いや、ツーデイズなんですけど、今月僕お茶引いたりしてたんで、ここで見せれるのかなと思ってこうツーデイズやってもらえるんですけど、見てください。なんとなくなんか僕の方が低く見えるんですよ、ダイヤさんのタワーより。権力の差かなと思ってぐらいふざけれます。どうですか。緊張します。緊張します。いや、もう5年やってますよ。緊張とか特にないかも。仕掛けるドッキリですか。俺がシャンパンを飲んでる風で僕がコメント言わせちゃいました。僕が思ってることです。お前らがタワーできねえから俺らタワーやってんだよバカ野郎。嘘です、嘘です。オープン1ヶ月目はね、多分まあなんかできないだろうと想定してたんで、こうみんながね、まあ、タワーじゃなくてもお客様呼んだりとか、まあ、シャンパン入れたりとかね、盛り上がったらいいなって意味で、グランドオープンを2月に予定してるんで、はい、未経験組が入ってきたキャストたちはあと2ヶ月間猶予あるんで、はい、でもね、今日は1ヶ月目のイベントでお客様呼んでるんで、どうですか。いやー、やっぱいいっすね。涙ありみたいなタワーももちろんいいですけど、こう女の子頑張ってこの日のためにみたいな、
でもクリスマスって感じの楽しいわちゃわちゃしたイベントのはっちゃけてるタワー最高っすね。どうですかイベントは。いやもう初イベント久々にこれを使う時が来たかな。一番まあ売り上げ上がったんじゃないかなと思います。今日なんでこの格好してると思います。僕今日お茶予定で、はい、やばすぎて、はい、お客様にマジ頼むかって言って女装するのはいいよって言われています。おかげさまで来ていただきました。ありがとうございます。イベントどうでしたか。いや楽しいっすね。やっぱりなんか今日は楽しいっす。やっぱりポールとか不安とかなかったっすか。初めてめっちゃあったっすけど、でもなんか今日アレイがメインやって全然大丈夫でしたね。めっちゃ不安でしたけど、こんな格好しているのもあれですけど、でも上手ですね。上手でしたね。普通にうまかったっすね。普通に全然問題ないし、言うて冷静にあいつまだ歴3ヶ月未満なんですよ。すごいっす。すごいっすよね。まあ、いい環境っすね。だからアニメやらなきゃいけないって環境に置かれるっていうのは成長できるから、いやめちゃくちゃいいと思うっす。多分僕もタワーコールずっとやってなかったんで1年ぐらい、実際できたあいつマジすごいなって。こんな格好で言う話じゃない。クリスマスなんで多分許されます。クリスマスなんで大丈夫です。今回アレイさん、シャパンコールのマイクのメインをしてたと思うんですけど、はいはい、そうですね。どれぐらい練習してましたか。結構練習したっすね。事前に言われたのが3週間ぐらい前のテポミーティングでアレイとカナトやってくれって言われたんで、そっから意識して3週間ぐらい練習しました。練習してる時どんな気持ちでしたか。タワーコールはおるか、30万のコールもやったことなかったんで、すごい重圧だなと思いながらだったんですけど、まあ、指名されたからにはやってやるぞと、絶対成功させてやるぞという気持ちで頑張りました。めちゃくちゃ上手でびっくりした。ありがとうございます。今後の目標とかありますか。はい、目標は今日タワーコールのメインマイクさせていただいて、王子がすごいかっこいいなと思ったんで、来年は僕がタワー立てたいなと思いました。頑張ります。カナトが唯一今日お客様呼びました。未経験組で。いや素晴らしい。ありがとうございます。ちなみに僕は初回指名2件来ました。ありがとうございます。しかもシャンパンも、高い紅茶も入りました。ありがとうございます。いやカナト勢い多分これすごくなるだろうな。今回はこう絶対お客さん呼んでやるみたいな気持ちやっぱあったんですか。そうです。1ヶ月前ぐらいから罰ゲームじゃないんですけど、呼べなかったら助走させるみたいな話がずっとあったんで、まあ、自分絶対嫌だったんで、それがそれからもう1ヶ月3週間前ぐらいからもうここに向けてどうやって呼べるかなっていうのを考えて動いてた結果が出たかなと思います。実際に呼べてみて感想とかなんか嬉しかったみたいな気持ちありますか。嬉しかったっていうのはあるんですけど、もちろん来てくださった姫様がありがたいなっていう気持ちですね。自分的には短期的な目標とグランドオープンまでの目標ってありますか。はいはい、今月中に自分の中で50万円、まあ、その折半というか掃除組抜けるっていうところを目標にしてたんですけど、ちょっとこの現状厳しいなっていうのが自分の印象なんで、これもう1月必ず掃除組抜けて、まあ、ちょっとでも上の経験者の方に追いつけ追い越せじゃないんですけど頑張りたいなと思っております。修練 A フロアでお願いします。めっちゃおもろい。これ何塗ったんですか。このフェイスペイントっていう顔塗る用のやつです、はい、茶色があるんですよ意外と。翔平大丈夫。僕今ちょっとフロア見てびっくりしました。今日混んでないですか。いや今日混んでます。いい感じに。なんかダイヤさんからチラッと聞いたんですけど、はい、ゼロさんと、カナトさん、カナトさん初指名呼んだって。またちょっと初指名を呼んで、まあ、カナトに関してはもう今月3人目とか初指名呼んでるんで、まあ、やっぱこういう時に呼んでくれると嬉しいですね。カナトさんは名札が取れるは規定があるんですけど、今日で、まあ、取れるんじゃないかなっていう感じですね。第1号ネクストメンバーで。やっぱホストとして名札が取れるってでかいんですか。なんかそれこそハーレムの時って売り上げなくても3ヶ月経ったら外していいよみたいなルールだったんですよ。けどそのネクストはもう売り上げ一定の売り上げないと、まあいつまでもついているっていう状態なんで、まあ、ネクストだったらよりちょっと外すことに価値があるかなって感じです。まあ、ここにちょっと刺激もらうキャストが増えてきたらいいかなって感じです。ネクストみんなの中で一個頭抜けた感じになってるっすか。そうなんですけど、ぐらいで抜けたとは思えないんで、まだまだ
来月もう必ず掃除抜けて。本当か？本当か？はい。って思ってますね。セロさん、僕聞きました。本当ですか？初指名読んだんですか？ああ、そうですね。ありがとうございます。なんか嬉しいですね、僕もめちゃくちゃ。本当ですか？めちゃくちゃなんか聞いた時にうえってめちゃくちゃ嬉しかったです。ちょうどクリスマスに呼べたんで、まあ忘れないですかね、今日は。え、やっぱそのいろはさんとかみんなが呼ばないといけないお茶を回避しろって言って頑張ったみたいな形になるんですか？そうですね、一応クリスマスはみんな呼ぶもんだよって言われたんで、ちょっと頑張りました。YouTube のコメント欄にゼロさんの名前のネタちょっとツボだわっていうコメントあるんですけど、知ってました？知ってました、書かれてるんですね。後で見てみてください。本当どの動画だけだ、あのダイヤさんに刺さらんかったけど刺さる人はいたっていう。ああ、本当ですか。じゃあちょっとこれからもキャラ変えずにやっていくの。怒られるですね。ありがとうございます。ありがとうございます。